パンも好きじゃないんだよ俺。はぁ、あ、今は多いだろ。食う肉ないから人間食う。ええあ、ここです。じゃあ片付けて呼んでもらいましょう。どうやって発表しようかな。真ん中聞いちゃう。あ、真ん中聞いちゃうか。まず温度から。はい、はい、40.8 度。とじみくんです。まあ言いたいことは分かりますよ。まあまあ、もうだってお風呂の温度。そうだよね、お風呂が。まあ同じこと言ってる。ああ、同じこと言ってるわ。じゃあその吉光の1個下の人、てっちゃんの 37.3。 はい、 37.3。 おー、はい。まあ、僕お風呂が40度設定なんですよ。はいはい、そういうの苦手で。40がもう余裕で お湯なんで、うん、もっと下もお湯の範疇だから。なるほどなるほど。さんが 36.5 で一番ぬるかった。うわー、ぬるいぬるいね。僕は個人的には40度以上がお湯だと思ってるから、そこからどこかに行くべきだとは思ってたから。あー、私は1個目お願いします。りょうくんの 42.6、はい、そういうことですよね。結構な、結構暑いよね。ゆめまるさん、結局やっぱ外れ外れましたね、だいぶ。何ですか。ゆめまる先輩は 46.7 です。暑っ。なんかこれはいや、あっ、暑くない。だって45度ぐらいで人間やけどするんよ。やけどするぐらいがお湯だと思って。いつもの風呂はお湯だと思ってないけど、あれぬるま湯でしょ。お風呂はお湯と思わんなと思って、うん、お湯だったらやっぱやけどするぐらいお風呂はお湯だろ。これがね、ゆめまるです。そうなんだ。ご心臓取れましたこれ。こうやってね、議論分かれた時に、いや、不幸だよ、普通はって言っていいわけ、うん、ああ、そういうことね。今回だったらゆめまるが一番離れてるから変、うん、変です、あれは。ネットでね、調べ物した時に検索結果なんて7777件みたいな出るじゃないですか。はい、出るね。でも、本当に長すぎる言葉とか検索するとありませんでしたって、まあそうだね、ちゃんとなるんですよ。膨大な量がね、あのネットには情報が転がってるんですけど、その中で1を狙おうと検索結果1、これを狙っていくという難しいチャレンジをしていきたいと思います。では、いきましょう。おお、もうこれはシンプルに挑戦系なんで、はい、クリアしたら終わりなの。本当ですか。もうマジ終わりにしましょう。どうしよっかな。これにしてみます。こちら、東海オブエア。やるかな。これは誤字でもないし、ふざけでもないから、打ち間違いでこうはならないから、うん、ゴー。こちら、2560件ある。あー、ダメ。オベアってものがあるわ。おお、ディファールにオベアってものがある。オベアを届けるのが東海地方だったらどうとかね、そういう検索結果です。うわ、ダメダメダメ、そんな多すぎます。2500に増えちゃってる。絶風待っちゃってるよ。じゃあ僕の検索ワード、夢丸エロ。はお前、ありすぎるだろ、絶対。あるわ。決まってんだろ。絶対今まですぐ検索スペースエロで調べる。すぐやるからな。じゃあ検索してみます。はい、案件、あれ4400万ですね。エロ、お前エロが、夢丸とエロが両方引っかかっちゃってた。そうだね。マジでこの世のどっかのセンスねえやつが一人だけヘッコキーマン。いけ。えヘッコ、ヘッコが出てきてるわ、なんか知らんけど。何ヘッコって。あ、うわぁ、あぁ、え、4、4件、4、4件、なるほど。そういうこと。マジ、ヘッコとキーマンが入ってるサイトだけ出てきたんだけど、そうすると4件だけだわ。なるほどね。ヘッコ、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 ツンツンって、なんだろうね、不思議だなこれ。まあ、ないものなんですけど、 PS6 って調べてみます。はい、え、今5ですよね。あ、まだ6の話出てないじゃないですか。いや、やってみ、やってみる、やってみ、何件かやそうしよう。180万ぐらいいくんです。ちょっと変えていいですか。いや、ダメです、ダメです。420万です。いきましょう。じゃあ行きますよ。420万、え、1000万件。いや、でももう PS6 の話題出てんだ。当たり前だろ。あるわ。1から出るわ。なんだら PS5 が出た瞬間から6の話だって出るんだよ、どう考えても。そうか。そしてね、はい、まあ、りょうくんちはもう逆に何それですね。もうおしゃれすぎて何それ。何、そういうのじゃない。オリーブの苗とかそういうもの。こちらです。んん、全自動。あはははは、マジが出とるやん。何これ、何、全自動でポルクなっちゃう。りょうくん、何それじゃない、何これ。これりょうくん、何これや、これ意外やん。いや、いや
るやん。これは多分いないやん。ほんまに伝えがわかんない。これコメントでさ、うちもありましたって言ってさ、そのアカウントマジで消したいもんね。つくわそのアカウント、お前育ちいいなおいって。育ちだよ。ないよね。ないよ。そんなないよね。りょうくん否定するくせにそういうキャラ付けしてんじゃん。これはもうキャラ付けだよそれ。これは何これ。ただこれもギリで。これ見てみろよ。これはなんで。お寿司10貫。これは自信ある。頼むぞお前ら。変なことすんなよ。変なもう頼むんじゃないぞ。10貫は普通にちゃんとご飯なんで気をつけてください。おい、夢をもうやばいね。まずデジタルじゃない。いや夢丸がどうせ変なの来るわ。いやまず絶対変なの頼むのに違いないわ。なわけねえだろ。どしみつさんからいきましょう。はい、私こちらです。言うたらうんや、うん、デジタルさん。はい、こちらマグロ。マグロか。違うと。マグロと中トロは違います。千葉です。こちら中トロ。よーっ、でかい。いや、すごいね。でかい。りょうさん。はい、マグロ。マグロなんだって。こんな皿ない。マグロだってば。さすがに変だって。もしかしたらエビ大好きっ子だからか。まあ、食いたかったけど今安心感やばかったな。ありがとう。今のはすごい。今日は俺の日だ。エビはおらん。エビはすごい。エビはおらんの。入らん。選択肢に入らんわ。不安はもうエビも食わん。エビはもう頼まん。エビこれ嫌になっちゃった。別にいいんだって。さあ、いよいよお待ちかね、メインディッシュ、牛丼です。もういいです。頼むぞお前ら。今回はすき家の牛丼、そして牛丼はなしの、なんとかかんとか牛丼ですね、うん、はい、まだ皆さん食べれますよね。これ一応ご飯大盛りになってますんで、気をつけてください。大盛りだけでやっちゃったよ。じゃあ、順番に。はい。さあ、じゃあ皆さんリアクションしないようにね。はい、リアクションなし。はい、はい、りょうさんの方からいきましょう。はい、僕がお願いしたのはこちらです。三種のチーズ牛丼。はい、清水さん。しこすんな。明太マヨ牛丼。はいはいはい。哲也さん。僕が頼んだのはこちらです。高菜明太マヨ牛丼。なんでそっちなの。なんで哲也。哲也嘘でしょ。なんで危ない。哲也。すごい意外だった。なんで、あとで行こう。うん、そうね。しばやさん。三種のチーズ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。おい、哲也お前。本当危なかったね。はい、今村さん、この2個のどっちかだったらフルハウスみたいになって、ね、誰も食べなくていいと思います。はい、今村さん。おろしポン酢牛丼。この人面白い。お前ふざけんな。この人は変だ。いただきます。次、本当は次この試合やる予定だったよ。うん、もちろんセットですからね、うん、はい、りょうさん。照り焼き。おしみつさん。ダウチ。てつやさん。ダウチ。しばゆうさん。照り焼き。ゆめまるさん。チキンフィレオ。俺のすごいもう才能じゃん。ふざけんな。なんでチキンフィレオなんだ。誰が頼むんだよ。いいね。ふざけんな。どこまで行っても多分俺の負けだわ。どこまで行っても絶対に被らない男ってすごいよ。これを無限に食えたとしても負けてた。すごいね。好きや。あ、こんな3つ言えるから当たるよな。結局やっぱ行きたいのはチーズ牛丼、高菜明太。変なやつ行かないよね結局。おろしポン酢牛丼がやっぱね。高菜明太は今まで好きだけど、おろしじゃね。いや全然あり。おろしは全然ある、うん、おろしだろ。人気ナンバーワン、ツー、スリーで行ってもいいぐらいだろ。あ、ネギ玉頼まんけ。ネギ玉はね、あり得る。好
き屋は前回もやったよね。そう、あれの記憶がね、なんだったっけ。いや、その時おろしだった気がするんだけどな。おろしネギ玉行ってみようよ。だってなんだって働いてたんだからね。そう、やっぱあのグランドメニューに誇り持ってると思うんだよ。いや、でも牛丼って言われたら本当に投げるなぁ。あ、牛丼は許さん。牛丼だけは許さない。牛丼は許さない。牛丼は絶対に許さない。そんなやつメンバーに入れたことないもん。後悔しないでくれ。おろしポン酢一旦やっとこう。行こうぜ。メンバーに頼んだのは、はい、おろしポン酢牛丼。残念。え、違うの？怖っ。怖くない？ここが外れるの。いやでもネギ玉俺結構同じかそれ以上に押してます。いや使っちゃおう。いやもういいよマジで。やっちゃうよ。やっちゃう。夢俺が頼んだのはネギ玉牛丼。残念。え、やばいやばい。下げれるよこれは。下げたでしょ。終わった。じゃあふざけた、じゃあふざけたんだ。宝明太だ。じゃあ、いやさすがにそんなこと。いやこれでここでいってオクラとか変なとこに行くことはない。じゃあ宝明太か、あと何あるとしたらチーズ牛丼。明太マヨチーズどうする。でもさ、そんな重いもん食うかな。食うか以外ダイエットって書いてるからね、ここに。え、これトマトチーズ牛丼だったら許さん。はい、許さん。絶対許さん。じゃあ明太マヨチーズ、高菜明太、わさび山かけの3択ぐらいじゃん。いや、いいと思います。どれでいきましょうか。明太マヨチーズ推し。あー、いや、今日も何来ちゃう、うん、だって自分来ない。期間限定だ。まあ、あり。それでいっちゃおう。夢丸が頼んだすき家は期間限定の明太マヨチーズ牛丼です。残念。はぁ、怖い、マジで。怖っ。正解発表します。はい、はい、夢丸がすき家で頼んだのはトマトチーズ牛丼。続いて第3問、はい、ロッテリア。うわ、ロッテリア、ロッテリア、これは当ててほしいな。こんな絶品チーズバーガーっていうもんね。俺もね、普通ね、冒険できないと思う。普通になるもんじゃないの。今回の夢丸はどのタイプだと予想する。夢丸の本領を発揮してるか否か。いや、これ発揮してるだろ。発揮で言うとマジでエビご飯バーガー。マジでそれ。絶対それ。エビバーガーは俺は頼まざるを得んと思うな。エビとエビご飯いく。エビ攻め。じゃあでもエビ、エビマジ大好きだろ。うん、1個言っときます。はい、夢丸が頼んだのはエビバーガー。残念。やばい。なんで頼むよ。わさび照り焼きバーガーは、あ、期間限定、違うめの。いや、ありえる。期間限定、さっき意外とね、いや、そう、食いつきいいんだよ。いきます。はい、夢丸が頼んだのはわさび照り焼きバーガー。残念。まあ、違うんだろう。やばい、当てれん。でも決まんないな、もう行くわ。はい、夢丸が頼んだのは絶品チーズご飯バーガー。熱い。残念。だあ、なんでだよ。え、これ当てれた？これ俺出てると思うんだよね。ゆめまるやんってなると思う。えあのさ、ゆめまるが頼むやつって俺らの目に映らんのよ。嘘。そう、映っちゃう。マジ流したよ。よく見てほしいんだよな、メニュー。これからじゃあ次からよーく見てほしい。まさかリブサンドポークじゃない。いや、俺もちょっと思った。ケバブ系の絶対許さんよ、リブサンドポークだから。怖い怖い、リブサンドポーク。本当に許さんな、これだったら。ロッテリアでゆめまるが注文したのはリブサンドポークでした。あー、これ当てれたやん、絶対。怖っ。うるせえ。ねえ、これメニュー見てほしい。うるさ。これメニュー、なんで。何メニューなの。バーガーバーって出てきて、バーガーバーガーって、一人だけリブサンドポークだけ。ふざけたよ。どういう気持ちなんですよ。やかましい男。コメダ。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、あの時コメダあったって。あったかも。いや、夢丸は何それっていうやつだった気がするぞ。味噌カツパンはさすがにもう弾いていいよね。弾く。あ、なに？絶対。あ、それだ。絶対これ。小倉トーストだ。絶対これだ。確かにこれだった。あの記憶なかったら絶対避けてるよ。うん。これで近かった時は怖いから、もう一番目にいきます。夢丸が頼んだのは小倉トースト。残念。なんで今日はそういうことするの。いや、なんかその時食いたかったもんだから。いじめ？普通だったらさ、味噌カツパンってだけやん。カツカリーパンとかは。カツカリーパンは言わんだろ、さすがに。いくらなんでも。いくら夢丸といえど、カツカリーパンはない。自慢のドビグラスバーガー。いや、思った。ちょっとオーラ放ってんだよね。いや、でも夢丸って多分自慢のとかついてると鼻につくと思うんだよね。そんな瞬間なかったやん。カツサト。もう上位ワンツースリー、いやいや。選択が1個しかないって。と言っても過言ではない。うわぁ、エビフライ丼あるわ。いやー、いや、それを一回抜こう。どぎめだってさ、こん
なパッて見た瞬間にもう夢丸のでができちゃってるからさそれがよくない。そこを一回我慢して一回夢丸抜き出すんだよ。ゲカツ丼でしょ。ギレーはでもね、カツサとね普通のカツ丼食いたいのよ。おー、そうギレーじゃなくて、そうマジで一回カツ丼でいいと思う。やろう、もうちょっと力合わせないよ。カツサとだよ。せーの、カツ丼。残念。なんでだお前カツ丼頼むよ。カツサとやぞ。知らんなら食いたいやつ頼んでいいって言われたからよ。もうでもヒレカツだ、ヒレカツだから。せーの、ヒレカツ丼。残念。ちょっとマジありえない。なんでだよ。夢丸にヒントもらっていいから。ちょ、マジヒントもらっていい。ヒントってどうやってもらえばいいんだろう。顔で表現して、顔で頼んだやつやって。全部やん、全部あ、弁当だ。いや、丼かもしれん。あ、丼だ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 。手が丼に沿ってるわ。丼丼丼で言ったやん。丼って言っちゃったやん。箸、箸、箸が、ってあ、勝った。あ、なんか別添えだ、別添え。でもさっき味噌カツ、あ、味噌カツのこれあれだ、さっきのキャベツだ。で、キャベツ、味噌カツ丼行こう。え、誰かさ、ソースカツの好きなやついなかったっけ。めちゃめちゃそんな誰かいたような気がしちゃう。そんな非県民はいないか。そんな非県民だよ。頼む、いくぞ。せーの、味噌カツ丼。残念。いやもうだいぶヒント出したよ。もうなんで普通のカツ丼は選ばなかった。カツ丼も好きじゃないんだよ俺。はぁ、あ、エビフライは興味なかった。エビフライも頼まんだろ。なんであんた笑いながら言うなよ。何がもらえんだ。そろそろあったかくなってきましてね、はい、やりたいなって思っちゃったんですよ。そう、キャンプ。おキャンプ、おー、バーベキューとかキャンプが楽しいじゃないですか。いいじゃないですか。楽しいね、はい、もうスーツと言ってもいいんですけど、はい、プラスで友情も確かめれたら最高のバーベキューができるんじゃないかなと思いまして、はい、ただただみんなでね計画していくんじゃなくて、今回皆さんにね共有するのはなんと場所と日付だけです。はいはい、はい、はい、それ以外は皆さんに教えません。教えなくても揃うはずなんですよ。なぜなら僕たちはお互いの考えをこう読んでね合わせる、そういう協調性があるはずなんで、いられる時間は3時間だけです。3時間、はい、反対できる。でそれでお互いね5000円じゃ全員を満足するものは買えないので、はい、これはまあ椅子とか机とかだなとかね。そういうのも全部なしなんだ。そう、そういうのもわからないまま自分の中で考えて、はい、で持ってきて集合して、で来て3時間経ったら帰るんですけど、うん、まあ理想のパターンはみんなバラバラの必要なものを買ってきて3時間同じタイミングでやって3時間で帰るが最高。最高だよそれは。じゃあ会場で会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。よっしゃ、ここね、はい、はい、バーベキューしに来ました。今先輩が、あ、一番乗り、一番乗りならね、やっぱこれ持ってくるでしょうということで、コンロと炭とトングと着火剤とあと自分が座る用の椅子を買ってきました。このコンロだけで3000円するのよ。で僕あのりょうくんを遅刻させる動画でバーベキューの時炭つかなかったんですよ。まあ、その反省を生かしてなんかめっちゃ燃えやすい着火剤のいらない木炭っていうのを買ってきました。ちょっとまだねみんな来てないみたいだから、進めるようになったらちょっとこう組み立てて炭火につけようかなと思います。待ちです。おお、お待たせ。来たー。お待たせですよ。夢丸だと思った。マジでこういうの夢丸と息合うんですよね。肉とか。うわー。ちょっと移していきます。はいはいはい。まず質を高める精肉屋でカルビを買ってきましたと。おお。牛タンを買ってきましたと。完璧じゃない。でね、あとお茶、焼肉のタレ、塩コショウが入ってますと。はいはいはい。気を利かせたいなと思ってお皿や箸。あ、完璧だ。俺すごい。俺こ。パラッと買ってきてなくて、うん、誰か買ってくるよなっつってすごい。で、ゴミ袋、あ、すげー。コップですね。はいはいはい、もう完璧。俺ら二人で完成した。完成した。すごい。ちゃんと焼けてるよこれ。ちゃんと焼けてるやん。うわ、今年初バーベキュー。そうだね。うわ
こんなスムーズにいく最高すぎない最高です。いただきます。いただきます。うまい。うまい。うわ、米欲しい。いや、マジでそれなんだよな。おにぎりとか握ってくれ天才いないかな。うわ、それは天才すぎるよ。ぐわー、これはうまい。マジビール飲みて。あ、大丈夫。うん。おお、おはよう先生。いいタイミングじゃないですか。多分最高の2人だな。でしょ。もう今2人で一旦完成してんの。え、あとは食材がいくらでも来いって感じ。素直ね、ゆめまるは。え、まあ1個目、1個目、はい、クッションレジャーシート。ナイスナイス。これは素晴らしい。普通に足りないピース出てきた。これでね、もう飲み物とかは別に。そう、靴もね、ちゃんと脱いでできるし、うん、で、重要なのは他ですよね、はい、じゃじゃん。はい、おお、飲み物、いいね、はい、あとこんだけだったから、ナイス。ああ、よかった。素晴らしい、素晴らしい。緑茶と、お前、飲み物担当かい。コーラ。あ、いいね、いいね、パーティー、パーティー。肉が終わった。おー、うわー、うわー、お前かー。おー、でもめっちゃやれてるじゃん。お前への期待半端ないよ今。半端ない、うん、半端ない。これが最後の肉。マジ何買ってきたか見せてよ。バーベキューには欠かせないバドミントンセット。まあまあまあ、で遊べる。余ったお金ではね。そしてちょっとした組み立て式テントですね。テント、タープみたいなね。日差しがあれかなと思って。ですごくないこれ。すごい、お前すごいな。いや、さっき俺らがさすがに酒欲しいねって言ったら、買ってこねえよ、誰が買ってくんだって話してたな。車だから飲めねえよなって話をしてたの。タクシーで来ましたよ僕。お前さみんな車で来るやん。いらんて。とりあえず肉出して。肉以上です。おーい、カレー。マジでテント買ってくんな。これいくら。これ3000円ぐらいかな。たけー、3000円分肉があれば。もうタープ焼いて食いたい。うわー、ごめん。ここに同時にもう一人肉来たら英雄だな。確かに、ね、そしたらもうこの辺もいいものになるからね。そうだね。俺もビールいただいてもいいっすか。どうすんだ。行く行く。あ、僕送ってもらったんで。あ、今あ、じゃあ乾杯しよう。素敵なバーベキューに乾杯。乾杯。あー、うわ、いいな。うまいな。さすがにうまいわ。清水大男予定あるかもしれない。夜の大男バーベキューの可能性ある。夜やることある。まあ夜も楽しいでしょ。夜スタートってあんまないぞ。とかソロキャン好きだから、ワンチャン夕方入って夜コーヒー見ながらやる。ちょっと待って。おー、うまい。久しぶりじゃん。おいおい、なになに。卒業ぶりっしょ。マジか、上がるな。結婚したんっしょ。俺知らんよ。あ、まだ知らないんだ。さあ、それあれだな、それ、ノリ。あ、ノリか。ノリか。ノリ今日いつ来んの。飲んでんじゃん。いや、もう飲んでるよ。飲んじゃってるよ。マジかよ。1、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 1
帰るよ。あと30分でこれなくなっちゃうから、やばい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 、みんな肉食べよう、肉食べよう、食わせないと。うわー、食べた、うまっ、最高です。結構早いね。ちょ、先にすから、いけ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 、これ大事です。うまいだろ、うまい。これは最高だ、うまい、うまい、うまっ。やば、消えた。確かに。あ、え、ゆめまる先輩、久しぶりさんです。ゆめまるさん、帰るから。あー、いやいや、ゆめまる行く。めちゃくちゃ忘れてたわ。何持って帰るの？コンロとトング。あら、トングも痛いね。あ、うわー、これ存在でけー。うわー、急にバーベキュー感なくなる。なんか雰囲気がない。なんか野宿になるな、急に。なんだこれ。じゃあ俺帰るから。うわ、うわー、お前一番楽しいな。美味しかった、お肉ありがとう。ありがとう、ありがとう。じゃあね。じゃあ、お疲れ様で。お疲れ、またね。また、またじゃあ、来年、はい、来年やる、まあ、年内一回やろうよ。ね、年一、うん、年一やろうか、ね。じゃあ次また結婚式とか呼ぶから。うん、じゃあね、はい。暇すぎん。
え、こんなことある？漫画読もうとしてたわ、一人あと1分。え？おー、おいおいおい、終わってしまったよ、俺のバーベキュー。やば、30分になりました。うわー、わーい、さよなら、さよなら、りょうくん企画です。じゃあみんな、ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様でした。またまた、またやろうよ。うん、暴れくらいがちょうどいいわ、やっぱ。あれでいい。じゃあ、うわ、企画の時間です。あー、いやいや、おかしいよ。なんで嬉しいよ。なんで嬉しそうなの、そんなに。あー、残念。虫さん入れ替わりかと思ったら、とうとう来なかった。おー、始めようぜ。あれ示し合わせたかのようなタイミング。すごい、今、まさに行ったとこだ。バーベキュー始めたいよね。うん、バーベキュー、え、終わったよ。バーベキュー終わってないよ。今から晩ご飯のバーベキュー始まるから。そっちで来たか、やっぱり。鉄板ここで来たか。うわー、あー、これ一番いいわ。やっぱ一人はもうこれに全振りしないとなと思って。うん、これは、開けなくていいか。割といい作りだわ。しばいくん。しばいくん。ん？帰宅です。え？え？ 3 時間経ちました。しばゆくん帰宅です。しばゆくん、普通バーベキューって言ったら僕晩ご飯だと思ったんだけどな。それは本当思ったんだ。お前と寝ない旅だって夜ご飯バーベキューだったやん。そっか、楽しんで。お疲れ、お疲れ。ういっす、ういっす。またうい、また明日っつって。懐かしいね。高校の時や、高校の時かよ。しばゆくん、はい、帰宅の時間です。いやー、なんかね、嫌な予感したんよ。今ちょうど4時やん。キリいんだよなと思って。1時4時一番ないだろ。一番みんないた。おやつです。で、ね、僕がちっちゃい頃お父さんとお母さんと一緒に行ったキャンプは夜ご飯がバーベキューだったけどな。キャンプやん、それは。これバーベキューオンリーなの。なんだそれ、変な人たち。くそー、マジで今からここからもうほぼ3時間よ。しかも何も生み出せんってのがきついわ。じゃあ、楽しかったよ。 お疲れー。ですです、楽しかった。うん、お疲れ様。またね。なんかここ虫に刺されちゃって、なんかかいいな。ふう。おい、何見てんだよ、おい。俺、人間ども食う。食うも食う肉ないから人間食う。帰ってやるよ。何にもなかったよ。バカ冷たい地面で横になって寝てやったよ。服びしょびしょだよ。この暗さでね、焚き火があったらめっちゃちょうどいいなと思ったけど、焚き火ねえからよ。真っ暗じゃねえかよ。一眼レフしかねえからさ、全然光拾えなくて真っ暗だしよ。帰ってやるよ。おもんね、キャンプつまらんわ。